アメリカで作られた 1.5g のハシシアメリカ製の 1g のバブルメルトハシシハシシはトリコームと呼ばれる有形の樹脂性を圧作または生成して作られるタイマ製品であるテトラヒドロカンナビノールその他のカンナビノイド等同じ有効成分を含むが無線別のつぼみや葉と比べてしばしば高濃度であるハシッシュ、ハシッシュ、ハシッシュとも言う外は正方に応じて 固体化樹脂状であり、プレスしたものは常に固体になる。水で生成したものはバブルメルトハシシと呼ばれ、しばしばペースト状で、硬さや柔軟性は様々である。色は茶色が多いが、透明から黄色、黒色、赤色まで多様である。これらはすべて製法と残った不純物の量に依存する。ハシシという名前はアラビア語で草を意味するという言葉に由来する。 国際貿易用のハシシの大量生産は1960年代にタイマソウが広く入手できるモロッコで始まったと考えられている。ヒッピーハシシトレイルから最初のヒッピーが来る前はモロッコではレバノン産のハシシが少し見られるだけだった。しかしタイマは1万年も前から台湾で栽培されており人による最初のタイマの利用は中央 アジアか中国のステップ地域で起こったようだと報告されている。北インドでは現地でチャラスと呼ばれるハッシュの製造の長い伝統があり、古代ペルシアのブースルズと呼ばれる儀式で燃やされたものと同じ植物樹脂であると信じられている。インド大麻はインドア大陸のほぼ至るところに自生し、また特に西ベンガル州、ラージャスターン州、ヒマラヤ地域では ガンジャやハシシを製造するために特定の株が栽培されてきた。1596年、オランダのヤン・ホイフェン・バン・リンス法典は自身の東方への旅を記録した文書の3ページを、割いて、インドで飲まれている大アサイリー飲料であるバングについて記載した。また彼は特にエジプトのハシシについても記した。彼はバングはトルコやエジプトで用いられているものと似ていて、 三つの種類が作られ、名前も三つある。最初のエジプトのものはアシスと呼ばれ、朝の葉と水からペースとか銅の状態に作られる。彼らはクルミ大がそれより大きいものを五つ食べる。これは安いため一般の人々によって消費され、その効果は朝によるものである。ゲイランズの意見によると朝は過剰に頭を満たす。また、この言葉から暗殺者を意味する。 アサシンという単語が誕生した。パイプ、水着せる、火かき、熱したナイフ等によって加熱したり、ジョイントで吸ったり、大麻のつぼみやタバコと混ぜて、紙巻きタバコにしたり、食材と一緒に調理したりして摂取する。メディアを再生するインドでの大マ樹脂製造箸脂は、カンナビの井戸が豊富に含まれる、トリコームと呼ばれる、煎胞と、麻の花や葉の断片から作られる。 成熟したメカブの花は最もトリコームが多い。トリコームが多い特定の株は栽培されている。花粉と間違えられることもある樹脂を貯蔵したトリコームは様々な方法で植物と分離される。機械分離法では植物からトリコームを取り除くのに古い塔の物理的な力が用いられる。得られた粉末はキーフと呼ばれ熱でブロック状に圧縮される。 純粋であれば、キーフは柔らかく、ネバネバしている。また純粋な THC であれば、ほぼ透明で、人が接触すると溶け始める。氷水分離法は、また別の機械分離法である。最終生成物の透明度により、質が決まる。化学分離法では、エタノール、ブタン、ヘキサン等の溶媒を用い、新油性の樹脂を溶解させる。 植物の残りの部分は溶液からこされる。溶液を蒸発させて残った樹脂はハッシュオイルやハニーオイルと呼ばれる。ハッシュオイルにはまだロウや精油も残っており、減圧蒸留でさらに生成し、レッドオイルが得られる。この油は真のハシシではなく、含まれるトリコームは破壊されている。偶然に、あるいは純度を下げ製品に緑色をつけるために意に、 小さな葉の断片等が混入されることがある。ハッシュの THC 顔料は、ほぼ0から65%、ハッシュオイルの THC 顔料は、30から90%である。6億9666万56690349から05から9。ありがとうございます。